สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel มีเทพซ่าตอนนี้คุณอยู่กับผมมีบะครับพบกันอีกครั้งกับเกม Scarlet Nexus นะครับตอนนี้เราก็มาถึงพาร์ทที่7แล้วนะครับจากตอนที่แล้วนะครับเราก็กลายเป็นศัตรูกับหัวหน้าคาเลนไปซะแล้วนะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับแล้วเราก็ถูกซัดปลิวมาพร้อมกับนากินะครับตรงนี้คือจุดที่เราปะทะกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วนะครับต้องไปต่อละなんだ頭がナギ大丈夫かユイト重ねに協力しろナギは俺が引き受けるはい重ね頼む任せてしてるのか。説明はあと。今は生き残るために全力を尽くして。
อีกแล้วนะครับกะจังหวะหลบยากมากเลยนะตัวนี生徒隊長、カサネ、ありがとう。助かったよ。カサネ、大丈夫か？あ、何？具合でも悪いのか？ずいぶんぼんやりしてたけど。大丈夫よ、気にしないで。それよりユイと、一緒にカレンのところへ行きましょう。カレン連隊長のところへ？今の俺たちで勝てるのか？いえ、彼は敵じゃない。でも俺たちを襲ってきたんだぞ。違うのよ、ナオミのことが分かったの。あれは投げ、何をするんだ。問答無用、お前たちを処分する。そういうことか。ナギ、お前は邪魔だ隊長。当たり前だ、邪魔してるんだからな。ヒートを殺せばお前が後悔することになる。ナギ。
ったらお前が死ね。ただでは死なないぜ、ナギ。お前も俺の部下だからな。そっちには行かせない。共鳴してるのか。ユイット、大丈夫か、カサネ。ええ。何、これは。あれはスメラギの門。それにあの格好、伝承のヤクもスメラギみたいな。夢で見た。何がどうなって。そうだ、カサネは
花火大丈夫か。つもりか。あの地震の後でまだ戦おうという意志を持つ奴はいないだろう。地震？ユイト覚えてないの？カレン連隊長に襲われて吹き飛ばされた後、この辺りにものすごい大きな地震が起きたのよ。全然気づかなかった。俺が気を失ってた間か。それにあの空を見ろ。なんだ、あれは。あの場所に何らかの重力異常が起きているようだ。海抜群の仲間が瓦礫もろとも吸い込まれた。中を透視したけれど何も見えない。近づくのは危険。それにこっちに火の手が迫ってる。今逃げないと間に合わない。わかった。ゲンマ、一時休戦だ。一旦ここを離れて状況を整理しよう。そうだな。待って、瀬戸隊長のご遺体はこのままにしておくなんて。俺が運ぼう。それじゃとりあえず俺たちのアジトに行こう。みんなついてきてくれ。無事なんだろうか。それにあの時見えた映像みたいなのは一体。隣の倉庫の奥にある冷蔵室の一部を借りたぞ。瀬戸の遺体を置かせてもらった。ゲンマ、運んでくれてありがとう。いや、ナオミの次は隊長まで。海抜群が危険だってことは分かってたけど、でも。そうだな。こんな同士打ちのような形で。同士打ちにはゲンマも加担してた。ゲンマ、知ってるなら教えてくれ。何が起きているんだ。どうしてこんなことになったんだ。全てはカレン連隊長が仕組んだことだ。カレン連隊長はニューヒムカ政府がスウォー教を中心とした管理社会の構築を目指していると言った。それは俺が今まで見聞きしてきた現実とも一致した。管理社会？どういうこと？例えば俺たち超能力者は9割がスカウトで海抜群に入る。拒否権はない。スカウトには年1回の国民健康診断が利用される。当然検診も拒否はできない。町には無数の監視カメラがある。あまり知られてはいないが、カメラには盗聴機能も備わっている。そこから反体制グループが検挙されることもある。これらはニューヒムカの体制の一端に過ぎない。これは公然の秘密だが、海抜群の仲間にもある日突然人が変わったようになる者がいた。皆体制に批判的なものばかりだったから、何か精神をいじられているのではと噂されている。精神をいじる？もしかしてナギもそれなのか。カレン連隊長はこういった国民統制をやめさせると言った。
そして海抜軍にいる政府の犬を駆逐すると。政府の犬って、まさか瀬戸隊長を襲ったのは。そうだ、カレン連隊長は瀬戸が政府の行っている人格矯正に組みしていると言った。証拠も見せられた。だがそれでも俺は信じがたくてな。話を聞くために瀬戸に対峙する役を受け持ったんだ。瀬戸隊長が。いや、瀬戸隊長は凪をこちらに引き止めようとしているように見えた。瀬戸隊長はそんなことしない。そんな人じゃない。待って、つぐみ、そんなの玄馬だって分かってるよ。玄馬が見た証拠はそれだけ説得力があったんだよね。ああ、しかし瀬戸、政府の計画に加担しているようには見えなかった。それにお前たちがカレン連隊長に飛ばされた後発生したあの妙な空の穴と地震だ、あれは尋常じゃない。海抜軍の何人かもあの空の穴に吸い込まれて消えた。それなのにカレン連隊長は反乱計画をやめなかった。それで俺はカレン連隊長にも疑問を持ったんだ。だから俺たちと一時休戦した。そうだ、これは単なる反乱ではない。何かがおかしい。俺はそれを知る必要がある。俺が加担した反乱のせいで瀬戸は命を落とすことになったんだから。ユイト、ゲンマのこと信じるよね。でもゲンマは私たちを信じてくれなかった。つぐみの言う通りだ。もう少し慎重に動くべきだった。ユイト、俺にも真実を知る機会をくれないか。この反乱が何のために引き起こされたのか知りたいのだ。本当に国民統制をやめさせるためなのかどうか。うん、俺も知りたい。それに空の穴のことも気になる。だからゲンマ、一緒に周防へ行ってみよう。きっと何か手がかりがあるはずだ。つぐみ、納得してくれる？納得できない。でも玄馬が謝るなら我慢する。そうだな、もっと慎重であるべきだった。義憤に駆られて冷静さを欠いていたのは事実だ。申し訳なかった。瀬戸にも謝罪した。もう遅いのだがな。分かった。よし、少し休んだら周防に出発しよう。最近花火とちゃんと話せてない気がする。あの凪が瀬戸隊長をこの目で見たのにまだ信じられない。どうしちゃったんだよ凪。ก็ตอนนี้นะครับสรุปเราก็ยังไม่รู้เลยนะว่าความจริงเป็นยังไงนะครับก่อนหน้านั้นนะครับคาซานิมาบอกเราว่าหัวหน้าคาเรนไม่ใช่คนร้ายนะครับแล้วหลังจากนั้นนากิก็โจมตีเรานะครับคือถ้าตามที่เข้าใจแบบนี้ฝ่ายที่สู้กันอยู่คือฝ่ายของหัวหน้าคาเรนกับหัวหน้าเซโตะนะทีนี้ถ้าหัวหน้าคาเรนไม่ใช่คนร้ายหัวหน้าเซโตะก็น่าจะเป็นคนร้ายนะครับแต่นากิมาโจมตีเราเพื่ออะไรเนี่ยคือมันงงไปหมดเลยนะตอนนี้ก็เกมมาก็บอกว่าเขาได้หลักฐานจากคาเรนนะครับว่าเซโตะทำเรื่องไม่ดีนะครับร่วมมือกับรัฐบาลแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้นะครับก็เริ่มไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตัวเองได้ข้อมูลมาจากคาเรนนี่มันถูกต้องจริงหรือเปล่านะครับก็เลยมารวมกลุ่มกับเราแล้วก็ตามหาความจริงนะครับ
いいのか。いいのか。どうかしたか？いつもありがとう。え？おい、こちらこそ。ความสัมพันธ์เป็นเลเวล2นะครับสำหรับคุณนี้ก็เวลาเปิดใช้งานพลังของซูคุมินะครับจะสามารถโจมตีทะลุพวกเปลือกได้นะครับทำลายเปลือกได้แล้วก็มีโอกาสที่ซูคุมิจะมาป้องกันเรานะเจ๋งมากเลยยูอิโตะ少し話しやすくなったそう言ってもらえて嬉しいよซูคุมิไม่มีเนื้อเรื่องนะครับเรื่องกับฮานาบินะครับเนี่ยยูอิโตะこの間の約束覚えてる？ああまた2人で話そうって言ってたな。今話してもいいかな？海抜群のことでちょっと頭を整理したいの。わかった。それじゃあムスビーズでも行ってゆっくり話そうか。私ね、訓練生の頃は合法チルドレンとして海抜群で戦うことって漠然といいことだと思ってたんだ。正義の海抜群が悪者の怪異を倒すんだって。でも現実はそんなに単純じゃなかった。そうだな。いろんな人のいろんな思惑があってさ、まさか。海抜群同士で争うことになるなんて思わなかったし、一体何が正しいのか私正直よくわかんないよ。ちゃんと考えなきゃいけないとは思うんだけど、
俺もたまに不安になる。だけど不安で立ち止まってるよりは行動した方がいいとは思う。さすが前向きだね、ユイトは。前向きっていうより、わからないことだらけのままでいるよりはマシかなってだけだよ。ちょっとでも情報集めないと、知らないうちに取り返しのつかないことが起きてるかもしれないし。ユイトは本当にブレないな。そういうとこ、カサネもちょっと似てるよね。え？似てるって、カサネと俺が？うん。二人とも、たとえ向いてる先が違っても、はっきり自分の考えがあるっていうかさ、強いなって思う。私なんか、同期なのにいつもブレブレで、不安になってばっかりだよ。ユイトが引っ張っていてくれなかったら、とっくに立ち止まってたと思う。俺の方こそ、いつも花火に助けられてたよ。花火がいなかったら、ここまで来れなかった。そう言ってくれるのは嬉しいけど、別に無理して褒めなくてもいいよ。無理なんかしてないって。花火はいつも明るいしさ。まっすぐで、一生懸命で。俺も引っ張ってもらってる。子供の頃も、俺が落ち込んでる時、元気づけてくれたよな。花火がいなかったら、今の俺はないよ。お世辞でも、そこまで言われると、ちょっと照れるな。お世辞じゃなくて、心から感謝してるんだよ。俺には、花火が必要なんだ。それって。いや、花火だけじゃないか。一緒に戦う仲間みんなが俺には必要なんだろうな。そうだね。仲間は必要だよね。ああ、考えなきゃいけないことはたくさんあるけどさ、一人で悩んでると深みにはまったりするだろう。だから花火も必要な時は俺やみんなに話してくれればきっと何か助けになれると思う。そっか。確かに、ユイトに話したら、ちょっと楽になったかな。それじゃあ私、先にアジトに戻ってるね。あ、わかった。また後でな。うん。話聞いてくれてありがとう、ユイト。花火、まだ何か引っかかってる感じだったけど、ひとまず元気出たみたいでよかった。ユイトっていつも優しいよね。そんなことないと思うけど、特別優しくできるほどできた人間じゃないよ。自覚がないんだね。そういうところだよ、ユイトがかっこいいなって思うのは。その変な意味じゃなくてね、友達としてそのかっこいいなって思うってこと。สัมพันธ์กับฮานาบิหรือโลก3แล้วนะครับเราจะสามารถเรียกฮานาบิมาช่วยโจมตีได้นะ最近ね、ユイトのことを前よりもっと分かるようになった気がする。俺も花火のことを分かってるつもりでいたけど、新しい発見ってあるよな。
疲れたな。少し休むか。よし、それじゃあ巣王に出発しよう。アタルが心配、無事だといい。ねえ、カレン連隊長は反乱を起こしたんでしょ。ゲンマみたいにカレン連隊長についた海抜群もいるんだよね。うん、もしかしたらカレン連隊長もいるのかも。もし出会っちゃったら私たち勝てるのかな。カレン連隊長は強かった。セプテントリオンだし、ブレインイーター。カレン連隊長のブレインフィールドを食らった時、体が痙攣したみたいに震えたよ。ブレインフィールドの展開方法は訓練学校でも教わったけど、負荷が大きすぎて実践使用なんかできないと思ってた。そんな危険なものまで使うってことは、カレン連隊長はそれだけ本気だってことだよな。それでも行かなくちゃ。そうだろ、ゲンマ。ああ、何が起きているのかこの目で確かめる。街の中に怪異が。渡る、何がどうなってるの。渡るからの返事がないな。どうしたんだ。都市機能が麻痺した。ユイト、気をつけろ。巣王全体を制御している都市コンピューターのアラハバ機がシャットダウンした。原因は不明だが、そのせいで巣王の防衛システムが完全に停止しちまってる。おかげで町に怪異が入り込んできやがった。そのせいで混乱が拡大してるみたいだ。渡る、待ってくれ。どういうことだ。渡ると連絡がついたのか。こっちでサイネットだけでも復旧できないかやってみる。ユイトたちは町の怪異をできるだけ排除してくれ。これはいつもの通信じゃなくて俺のテレパシーだ。機材がダウンしてるおかげで一方通行なんだよ。そっちの声は聞こえないから返事はいらないぞ。悪いけど各自頑張って生き残ってくれ。え、おい、渡る。あ、ユイトにだけ渡るの通信が届いてるの。あ、いや、そうじゃない。サイネットも通信機材もダウンしてるらしくて、テレパシーで連絡をくれたんだ。なるほど、しばらくは渡るのサポートなしで動くしかないわけだな。ああ、アラハバキがシャットダウンして防衛システムもやられたって。それで町に入り込んだ怪異を討伐してほしいって言われた。あっちはシステムの復旧に集中するって。怪異を討伐って言ってもどこにどれだけ怪異がいるのかわからないよ。そうだな。つぐみ、つぐみが発見した怪異を片っ端から教えてくれ。それを叩いていこう。了解。広範囲は難しいかもしれないけどやってみる。よし、とにかく周囲の怪異から片付けよう。了解。ทีนี้เรากลับมาถึงเมืองซูโอนะครับก็เจอถ้าเป็นเมืองเลย信じられないな。いつもはビジョンで溢れ返ってるのに。いつもは広告が多すぎだけど、全くないと落ち着かない。こいつで身を守る。行くぞ。
が近くにいる。え、どこだ。虹の方向、こっちに来る。君たちの現在の所属は。瀬戸隊長が戦死したので、現在は。瀬戸が戦死した。待ってくれ、君たちはカレンの指揮下にあるのか、それともカレンに招集されなかったのか。古木連隊長、自分が状況を説明します。なるほど。ではここにいる玄馬以外の隊員をカレンは招集しなかったのか。何が起きているんですか。町の防衛システムも止まっているみたいだし。詳しい説明は後にさせてくれ。僕もまだ事態を把握しきっていない。はっきりと分かっているのは、カレンが一部の海抜軍を先導してセイランの駐留軍と結託したこと、そしてセイラン駐留軍と共にスオを襲撃したことだ。じゃあ町がこんな状態になったのはカレン連隊長が。ゲンマは知っていた。町に怪異を引き入れるとは思わなかったが、知っていた。でも今ユイトたちと行動を共にしているなら、セーランにはつかないと解釈していいのかな。その通りです。わかった。今は一人でも海抜軍の味方が欲しい。君たちは僕の機関に入ってくれ。現在手分けして住民を避難させているところなんだが、どうにも人手が足りなくてね。もちろん手伝います。カレン連隊長が何を考えているのか分かりませんが、住民まで巻き込むなんて。助かるよ。では君たちの隊の臨時隊長にはユイトを任命する。俺ですか。ああ、評議会議長と一部の議員が逃げ遅れ、地上を歩いてシェルターに向かっているらしい。救出に向かった海抜軍や国防軍の連絡は途絶えたままだ。君たちに様子を見てきてもらいたい。君なら議長や議員も安心するだろう。父が。わかりました。何が起きているのかわからないが、危険なことは間違いない。くれぐれも気をつけて。海抜軍を見かけても味方とは限らないからね。セーラン駐留軍が侵入したという報告はないが、こちらも全ては把握していない。荒はばきのある中央管制室とも連絡が取れないから、無理はしないように頼んだよ。了解しました。僕は中央管制室に行く。とにかく町の防衛システムか戦闘管制システムを復旧させないと話にならないからね。よし、海抜軍本部の方へ行ってみよう。あの辺りに議員用のシェルターがあるはずだ。現場もそれでいいよな。ああ、少なくともスオーの町を守るという意志はお前たちと同じだ。この状況が落ち着くまでは決して裏切らないと約束する。うん、信じるよ、現場のこと。スオーの町を襲うなんて、カレン連隊長はどういうつもりなんだ。何か理由があるんだとしても、こんなやり方は間違ってる。帰りよ、つぐみ。
เราเจอกับคุณฟูบุกินะครับแล้วก็เล่าสถานการณ์ทั้งหมดให้ฟังนะครับตอนนี้คุณฟูบุกิขอให้เราไปที่สำนักงานใหญ่นะครับช่วยกลุ่มผู้บริหารนะครับเพราะว่าในกลุ่มนั้นมีพ่อของเราอยู่ด้วยI'm gonna kill you.
で身を守る。状態の町を徒歩で移動なんて危険すぎるよ。もし怪異に襲われたりしたら、俺が行くまで無事でいてくれ。すぐ本部に向かわないと。大丈夫ですか？君はスメラギ議長の？はい、ユイとスメラギです。町の中は怪異があふれて危険です。すぐにシェルターへ避難してください。いや、それより海抜軍本部へ急いでくれ。議長が海抜軍らしき奴に襲われているんだ。え、父がですか？私は大丈夫だ。早く議長を。わかりました。ユイト、急ごう。おじさまが心配だよ。ああ、父さんが海抜軍に襲われてる。どういうことだよ。急がないと。
父さん。カサネ、大丈夫？父さん！どいてくれ！何をするんだ！ユイト、あなたには死んでもらう。は？何を言ってるのよ、カサネ！それがあなたとの約束、覚悟。やめろ。俺を殺すことが俺との約束。何言ってんだよカサネ。分からなくていいわ。死になさい。止める方法。そうだ、プレインフィールド。俺にもできるはずだ。カレン連隊長ほどは無理でも、あの力を使えば。いや、でもどれだけの負荷が。違う、そんなことは後で考えればいい。グスグス迷ってる場合じゃないんだ。悪いけど今の俺にはこれしか思いつかない。行くぞ。ก็ยังตายอีกนะครับยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีใช้เบรนฟิลนะครับอ
そんなことは後で考えればいい。グスグス迷ってる場合じゃないんだ。カサネ、悪いけど今の俺に。งานนี้คงมีแต่ต้องชนะคาซาเนะนะครับなのか。まだよ、まだやれる。待ってくれ。どういうつもりなんだ。どうして俺を殺そうとするんだ。それに父さんは重ね、重ねが父さんを刺したのか。なんだ。大奥なるニューヒムからの民、そしてすべてから目を背けた愚か者どもよ。私はカレン・トラバース。ニューヒムカの管理政治を否定し、目覚めた者だ。
進化の民よ、真実から目を背けるな。この国は狂っている。サイネットを通じ国民を統制し、町、情報を人々を管理している。そこに人の意思も自由もない。全ての人間は国家のため、ニューヒムカのために生かされ利用されている家畜でしかないのだ。体制を揺るがす人間を排除し狂わせ、自らの手駒とし従順な家畜を育てるだけのニューヒムカに義はない。ユイト、カサレたちが。待て、待ってくれ。ユイト、父さん。すぐにカサレたちを追うぞ。わかった。父さん。ユイト、すまない。何がだよ。お前に言わなければならないことがたくさん。気をつけろ。この国は我々はお前を。どうだ。おじさま。父さん、嘘だろ。なあ父さん。連隊長の演説の動画、今のが最後みたい。政府が遮断し始めてて動画にアクセスできなくなってる。このこと自体、カレン連隊長の演説が本当のことを言ってるって証明だよね。みんな何かしらの制限は受けてるって分かってたけど、結構ガチで情報制御されてたんだね。ユイト、少し休んだら。その、今は辛いでしょ。ごめん、心配かけて。そんなことない、謝らないで。だって目の前であんなこと、誰だって辛いよ。カサネが父さんを殺した。父
して、いや本当にそうなのか。それにニューヒムカが統制社会を進めていたなら、その中心にいたのは父さんや兄さんだ。本当にそんなことをしてたのか。だとしたらなんでそんなことを。俺だけが何も知らされてなかったのか。くそ、もう何もわからないよ。二人とも無事だったか。ゲンマ、つぐみ、ごめんなさい。重ねたちを見失った。悔しい。カレン連隊長と接触したところは目撃したが、その後でカレン派閥の海抜軍に襲われてな。その隙にカレン連隊長も重ねたちも消えていた。つぐみの目でも追えなかったということは、転送能力者が移動させたんだ。ワタルとも話してきた。ワタルは無事だったけど、ワタルの妹が。え、何かあったのか。姿を消したって。多分カレン派としてセイランに行ったんだと思う。どうも海抜軍の半数近くはカレン連隊長と共にセイランへ向かったらしい。セイランが独立を宣言するんじゃないかという噂だ。それじゃあカサネたちもセイランに行ったってこと。ああ、そうだろうな。ゲンマはいいの。そうだな。こんな形にならなければ俺もセイランへ行っていただろう。だが今の俺にはカレン連隊長、いやカレンのやろうとしていることが正しいのかわからなくなった。どういうことだ。だってニューヒムカは確かに国民を監視して。確かにニューヒムカ政府は国民を管理統制して政府の人形のように扱おうとしていたのだ。だとしても国民を危険にさらすことが正しいとは思えん。カレンは今回の騒動の前にスウォーの住民をシェルターへ避難させたそうだ。しかしそれでも町の中に怪異を引き入れるようなことをしたのはカレンだ。何より瀬戸のことがある。カレンから教えられた瀬戸に関する情報が正しかったのなら、瀬戸は凪を命がけで止めたりはしなかったはずだ。味方を増やすために瀬戸の尊厳を踏みにじったのなら、俺はカレンを許すことはできない。瀬戸を信じなかった自分の愚かさもな。そうだ、瀬戸隊長。それに凪の行方もわからない。ユイト、顔色悪い。ほら、つぐみも心配してるよ。ユイト、お願いだから休んで。あんなことがあった後だ。無理はしない方がいい。うん、みんなありがとう。ตอนนี้เรามีเมสเซจเข้ามาเยอะมากเลยนะครับมีสกิลใหม่เข้ามาเป็นเบรนฟิลนะครับอ
ก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็เล่นมาด้วยกันพอสมควรแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนหลับฝันดีฝันเห็นมีกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ